はい、こんにちは、ラテです。今日も一日どんどんリミット外してワクワクだらけにしていきましょうね。あとチャンネル登録をしてとかたまに言ってくれって運営部から言われたんで、チャンネル登録してください。よくわかんない、よろしくお願いします。まあいいや、メニュー行くよ。どこ行こうか。この辺行ってみるか。 OK。 何、大きなとこ、大きなことを成し遂げたいと欲するときには、小さなことを怠らずにきちんと仕上げていかなければならない。ごめん、もうろれつ回らなくして。なぜなら小さいことが積もって大きなこととなるからだ。かいいこと言った。二宮尊徳。農政家、思想家にも二宮尊徳いいこと言ったね。あれ、ごめん。俺すごいバカを露呈するけど、二宮尊徳ってあの巻き担いでる人、学校の校庭にいる、あれ二宮金次郎と二宮尊徳は同じ人と違う人やべえ、俺バカがバレた。ちょっと待って、今引いてみろ。二宮金次郎と二宮尊徳って同じ人だよね。後の二宮尊徳なんでしょ。違うの、二宮金次郎。ああ、二宮金次郎、通称金次郎だよな。で、尊徳だよな。同じ人物だよな。よかった、焦った。二宮金次郎と二宮尊徳が一緒の人だよね。コツコツだ、コツコツの象徴だね、二宮金次郎ね。今の学校にあんのかな。今の学校にはないね。うちの子供の学校に二宮金次郎ねえな。まあいいや、そのことどうでもいいや。でもこれもまさにそう、いつも言ってんでしょ、目の前の小さな一歩、目の前の小さな一歩をコツコツやり続けること、それしかねえんだよ成功は。目の前の一個を怠らずにやることなんだよ。思いの種をまき、行動を刈り取り、行動の種をまき、習慣を刈り取り、習慣の種をまき、人格を刈り取り、人格の種をまき、人生を刈り取るんだよ。この話もずっと後ろの下の方でやってるよ、どっかでね。これいいわ。あ、何でしょうか。長くなるかな。まあいいや。あのね、エンデのモモっていう本があって、本田健さんにいい本だよとか言われて読んだんだけど、エンデっていう作家が書いたモモって本なんだよ。いい本だよこの本。まあよかったら読んでみてくれよ。で、その本の中に一節ね、長い長い、もう目、向こうが見えないような長い道路があるんだって。そこをね、二人の掃除婦がこう掃除をするんだよ。で、一人は、よっしゃやるぜこんな野郎つってガーって掃除して、いや疲れたな、まだゴール遠いな、まあ、ちょっと休もうか、ちょっと一休み、テンション上げてすぐ行くから。で、またテンション上がってきて、よーし行くだーって掃除して、いやちょっと疲れたな、ゴール遠いな、まだか、よし頑張るかっていうのが A さんね。 B さんの掃除婦はもうゴールは一切見ずに、目の前の一吐きだけ、もう常に目の前の一吐きだけ、その間にもう休みもせずに目の前の一吐きだけ、ゴールも見ずに目の前の一吐きだけを入ったんだって。どっちが早く着いたかって話でゴールまでね。もちろん B さんの方が早く着きましたって話なんで、ね、だから小さなことを焦らず、腐らず、諦めず、そしてこんなこと意味があるのかなとか思わずやり続けること、コツコツとやり続けること、それしかねえよ。スキップの話もしたよね、4、5日前に。成功したければスキップしろ。それもまあよかったら見てみてください。小さなことを諦めずにやり続けることしかない。それでいこう、頑張ってこう。あなたの成功を応援したいと思います。俺ももっと成功したいので一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。